はい、どうもネプアスです。と実況プレイ始めていきますと、今回は第9話ですか ね前回8話まで終わって、なんだ宇宙ルートを選んだところで終わったと思います。多分この9話でガイさんをゲットできるかと思います。はい、こうバランサーの調子を見てもしょうがないでしょ。早くなりたいんだ。それにパーツを乾燥してくれなくても してなくてもこいつは十分やれるさ。月で乾燥するまでなんかなんて、待てない。せっかちね。宇宙じゃガンダム1号機は事務以下なんだから。あ、勝手にしないで。僕だって計算してたんだ。してみたいんだ。でもそれ間違ってるわよ。え？だからここは私に任せて、龍崎くんや神湯くんと一緒に訓練したら、そんな暇あったらこいつをものにするんだ。かあ、なんであの二人、本当宇宙に来てから急接近ね。どうした？スーパーロボットは宇宙に出られるとはいえ、慣れておかないと後々響くぞ。訓練は面倒なんだよな。バニング隊どうですか？神湯の調子は。とてもしばらく戦闘を離れていたとは思えない。あれがニュータイプの戦闘力ってやつかと思うと嫌になるな。そんなことありませんよ。ニュータイプはそんなに特別な存在じゃない。存在を特別視するのは本人にあらず、周りの人間さ。そういうこと。神湯くん気にするな。そうそう、俺だって好奇の目にさらされても普通にしてるからね。お前はおかしな野郎だって思われてるだけだよ。自覚しろい。ふう、どうもダメだな。つい地上と同じ感覚で誰も遭遇はしちまう。大丈夫、すぐ慣れるわ。あなたね、新課長もいい加減にして。ガンダムはおもちじゃないのよ。遊び気分じゃなくてちゃ迷惑だよ。だわ。信じられないよ。ニーナは僕をガンダムのパイロットと認めてくれなかったじゃないか。こんな分かず屋だと分かっていたら。分かず屋はニナの方だ。失礼。ノブは、なんだあの二人、さっきまでいい雰囲気で話してたのに、どうも1号機の扱いで食い違いがあるみたいだ。食い違いも何も、今の試作1号機じゃ宇宙での活動は無理だろう。いや、浦木少尉はなんとかなると思っているらしい。でも1号機を作ったのはニナさんたちなんでしょう。その彼女が言ってるのですから。浦木は生地知識や能力があるだけに意見がすれ違うとなる。それに量産機である EGZ が、活動できているならなおさらだ。あれはバニング隊員のジムのデータを流通しているから、流用しているから。浦木本位が納得しなければ同じことさ。先走らないといいけどな。やばいな今日本当に。いつもより一番やばい。喉もおかしいし。ガッツ、足も治ったし、もう怖いもんなしだ。邪魔するな。邪魔するロボットは俺が倒す。ああ、うっとうしい。もう少し怪我していてほしかったな。でもよかった、これでパイロットから解放だ。それがアキトさん、すみませんね。正規のパイロットが合流するまでもう少しお願いします。できればその後も。ちょっと何ですかそれ。人手不足なんですよ。俺一人いや十分だ。エステが2機あるのに1機合わせベスト機かよ。まあ傷つけられるよりはいいけどな。いや俺は別に乗りたく。ち、仕方ねえ。よし、俺を差し置いて、失礼したことは水に流して。その代わり、俺と一緒にこれを見ろ。ビデオ見ろ。ビデオって、これはまた、ん？甲骨品を？何？あ、分からん。まあいいや。で、ここで見んな。うわ、劇画がだ。燃える。いい時代になったもんだな。うわ、俺好きだったんだこれ。ねえ見せて見せて。ふふふ、よーし、近い。今後俺の邪魔はしないってな。
その前に俺の邪魔もしないって近い、ビデオ見るなら自分の部屋で見ろよ。うう、劇ガンガーが、俺の劇ガンガーが死んじまった。そうかそうか、お前にも分かるか、分かってくれるか。この回は涙なくして見られないよな。うう、やっぱ俺の死に様、男のしじみざ、男の死にざまだよな。戦いの中、仲間をかばってるカーン、ありがとう、ありがとう、こんないいもの見せてくれて。バカ艦長、これからどうするんですよ。ロンドベルの皆さんも宇宙へ行ったようです。これで邪魔されずに地球へ出られます。出発。宇宙で遭遇する可能性はありますけど、そんな時はそっといいです。アーゴンブリッジ、ブライト、どうする。このままガンダム2号機がの探索に入るのか。そうしたんでやめるんだが、何しろ戦略だな。残念ですが、すでにガンダム2号機は回収部隊の手に渡っていると見るべきでしょう。中途半端な戦力では返り討ちになるだけね。そういえば地上に残った人たちは、先ほどレディー・アン・ジョイ氏から、連絡があった。は？なんだ？なんとか財団に協力を要請するらしい。なんとか財団？波乱万丈か。波乱財団か。そうか。彼ならば信用できる。ああ、もう一つ、これはあまり良くないニュースだ。気が乗りませんね。地球を脱出するナデシコを連邦軍にキャッチしたそうだ。が、交戦はしたものの逃げられたらしい。まあ、それはまあ、なんとかバリアがある限り、連邦のモビルスーツや傷一つけられんだろう。ディストーションフィールドでしょ？一個も合ってないわよ、コージ君。で、俺たち、僕たちに迎撃しろということですか。ああ、なでしこの予測コースには我々は一番近いそうだ。今の私たちの戦力でなでしこ止められるの？ゲッターチームやドモン君を地上に残してきてしまったのは難しいな。ディストーションフィールドがあるでしょう。モビルスーツはバズーカ系をメイン。あとはダイモス中心に置くしかない。わかりました。任せてください。ラーズ・アングリフも多分いけるぜ。ディストーションフィールド。聞いている限りビームコートの類の類なのか。そうか、神はなでしこ知らなかったっけ。あとは後で説明するけど、認識は近いな。近いは神。アーガマコース変更。なでしことの接近ポイントまで、接触ポイントまでどれくらいかかる。あと2時間。約2時間か。やんちゃなこ、ね、やんになっちゃうわね。パイロットって自分たちが主役だと思ってるんだから。ブラキ少尉か、さっきからずっと計算し続けてるよ。データぐらい教えてやったらどうだい。そんなことしたら1号機で飛び出していってしまいます。まあ結構感情に流されやすそうだからな。一夜お兄ちゃんそっくり。昔のアムロもあんな感じだったぜ。それにどんなアルゴリズムを1号機にインストールしてもジム以下の機動性は変わりません。アナハイムでコアファイターから完走しないとダメってことか。ええ、乾燥したガンダムは素敵になりますわ。力強くてスピーディーで。こうはダメね。ちょっと優しくすると甘えちゃって。少尉さんも大変ね。まったくだ。何かおっしゃいました？いや別に。グワデンブリッジ、ご苦労であった。報告が聞いている。見事であった。はっ、ありがとうございます。あの顔ぶれで失敗するわけにはいきませんか。黒い三連星に青き巨星、ソロモンの悪夢と揃ったのですから。そして赤い彗星もですね。うん、ところでどうだ、ガンダムの方は。連邦にしては見事としか言えません。ふっ、随分気に入ったみたいな、少佐。シーマ、ガラハーか。ここまでご苦労。ここからは、楽させてあげる。ガンダムでもしっかり磨いておくんだね。それでは閣下、失礼いたします。陛下、閣下、まあいいや。うん、シーマ・ガラハウ中佐か。なるほど、食えない将校殿だ。閣下、なぜあのようなもの。あの女はジオンに好機をもたらすものではございません。
しかし実績はある。私は志を持っているのです。シーマは必ず将来栄光である事業に仇を成します。ガトー、大義を生まれとする者が勝利にこだわってはならん。シーマは私が導く。ガトーよ、よく物を見よ。はい大佐。ララがアムロに会った。また戦うことになる。デラーズ閣下、連邦軍の戦艦が接近してきます。追いついてきたか。所在は、はい、所属は、はロンドブル隊のアーガムであります。さあどうするか。すれ違う宇宙第9話。多いな。なんてことだ。こんな時にジオンと接触するとは。喜ぶべきか悲しむべきか問題だな。なんだこの感じ。僕の知らない誰かがいる。この感じ、ララか。アムロ、そこにいるのね。ふふ、腕が鳴るね。こう、何をしている。1号機じゃ無理よ。邪魔しないでくれ。1号機でやるんだ。だったらせめてこのディスクを使って。キャ、何をしている裏木少尉。行かせてください。やめてもいきますよ。ふふ、真っ先に出てきたのは試作1号機というやつか。こいつは私の獲物だよ。あんたたちは地上でたっぷり暴れてきたんだからね。来た。くなんだ、思うように動かない。なんだ動きが。は、なんだい。赤ん坊のおもちゃだって。もう少しマシン動くよ。このなるほど、宇宙仕様になっていないらしい。無茶をする。おーい、やめるよ。ガンダムを落とし、あ、大金星さね。なるほど。また微妙にずれたか。音がずれてるね。これでどうだ。それで狙ってるつもりかい。バランサーがイカれてんのかい。このガンダムはこう、さっき引き止めていて、引き止めさえすれてればん、引き止めさえさえん、まあいいや。何言ってんだあれ。目障りなんだよ。やられろ。くらえ。ほらほら、どこ狙ってんだよ。全然当たってないぞこいつ。なんて装甲だ、しぶといね。ブラック少尉、生きてるか。みんなすまない。僕は1号機をようやく現れたね。俺たちが援護する。その間に裏木勝利頼むぞ。まさか落ちないとはね。裏木、その状態では着艦は無理だ。下を捨てて脱出しろ。必ず持って帰るさ。データを入れ替えなきゃ。バカ、あんなガンダムで飛び出すから。リスクも持たずに行っちゃうから。クルゾーブ、ネットを張れ。試作1号機着艦後すぐに出撃する。ガンダムを、ガンダムどうしてくれるの。こうガンダム1号機着艦したな。出撃可能な機体は全機発進。シローだろ。カミーユ、マーク2、カミーユ、パー、トーラス、マジンガ、ダイアン、ボスボロットはだね、ダイモス、これだな。よし、マップ上で配置を変更しよう。地を前に戦うやつは間に合ってきたやん。こうしてこんなもんかな。よし、敵全滅。多分ね、ジムは弱すぎるから、弱すぎると言ったらなんだよ。屈して待てれるかな。敵の攻撃もそこそこ食らうんだよね。
それやったら上に6体、下に6、いっぱいおるな。真ん中に行って時間制限がないので、ちょ前に行って、いや、ここら辺かな。で、ジェームさんを下がらして、アムロさんは前に出させて、こいつらは多分ね、ここら辺にね、なでしこが現れると思うんで、そっち対策で、こいつらを置いておいて、白は上だ、農人も上。ターンエンド来たな。あ、間違えた、オフにしちゃった。ビームコートがで、なかなかあいつ強いな。ほらほら、来た来た。さてどうする。1対9ぐらい、まあランチャーを打つ。 51% なんで、まずあえて外側のやつ行くか、支柱かけて、もう一応こいつに攻撃しようか。はい、さっきオフにしてあれでしたけど、運が悪いな、あんた。この突き上がるんじゃないよ。よっしゃ、出発。さて、ドイツから行こうか。ひらりとね。オッケー、ナイス。で、アムロさんを、あ、どうしようかな。ここはあいつらで押さえて、アムロはやっぱ下にあって、多分なでしこ来るんで、なでしこをカバーしながら、まあ、押さえていこうかな。よし、本調子じゃないぞ今日。しかし実況はするんだな、これが。下にあっての動けないな。こんなもんかな。エンド。オッケーオッケー、勝ったね。そこかい。ま、余裕だな。オッケーオッケー。運が悪いな、あんた。ばらまき当たるって。マトリックスミサイル発射。オッケー。ち、なんでこんなやつに。よし、レベル11、ガンファイト。来た来た、強いのが来た。ジムさんたちは来ないのか。上下のジムさんは来るのか。受けてみろ。
っての。オッケー、そこか。よし、死ぬのか。オッケーオッケー、一体倒した。これいけるんじゃね。フライトモジュールゲッツ。あー、そっち来るね、やっぱり。アムロさんに恋してくるか、しゃあねえ。そこだ。これだけは言っておく、絶対に死ぬな。よし、援護防御。この程度ならまだガンダムは大丈夫だな。よしよしよし。直撃させる。うわ、バカな、これほどのパワーが。まあな。さあどうする。よしよしよし、上のやつは全員あいつで倒そう。主人公で倒そう。下は これで。しゃあない。さあか40出直してきた方がいいぜ。まったく。まあね、スマートに行こうぜ。ばらまきゃ当たるって。マトリスミサイル発射。やられた。しゃあ、武器改造してるからね、そりゃ死ぬわ。いい感じ。記憶がなくても武器の威力は変わらんぜ。覚えてやがれ。だいぶ倒したぞ。さあそろそろなでしこ来るんじゃないの。来たな。むこの反応、敵の増援か。 A くまずい、出さなきゃ、出なきゃ、やめよう。こうそこに来る。ちょっと湊さん、戦闘の真ん中に飛び込んじゃいましたけど、ミノフスキー粒子が濃くて分かんなかったね。なでしこくなんていうタイミングで。あれがなでしこだ。あそこで戦ってるのはロンドベルの人たちじゃないですか。間違いありません、連邦軍第13独立部隊ロンドベルです。なるほど、連絡を受けておる。地上のネルガル重工が独自に開発したという機動戦艦、名を確かなでしこと言ったな。独自に開発。うん、連邦と連邦とたもとを分かち、行動も独自に行っているらしい。回線を開いてみます。もし腐った連中の連邦のやり方に不満を持ち、地球の重力を振り切ったのならば、同志となれるかもしれません。どうかな、私も出よう。くんなって。あ、あれは試作2号機穴がるかとか。あ、この感覚。それにあのモビルスーツは、アームロン、再びこのような形で前見えるようになることとはない。エルメスのララが艦長中心です。ロンドベル隊からだったら突っ張っちゃってください。ジオン公国特殊部隊でベラーズフリート所属、アナベル・ガトー少尉で少佐です。ガあガじゃない、ジオン軍アナベル・ガトー少尉。これはいけませんな。アナベル・ガトー少尉、一年戦争時ソロモンの悪夢と称されたエースパイロットです。先日、マーク82レーザー核融合爆弾を装備したガンダム試作2号機型、式番号 RX78 GP02A サイサイリスを強奪した人もこの人です。それというか、あそこに見えるのが核を積んだガンダムです。通信には応じんか。核装備ですか。くれぐれも諸村ライオン艦長、配線開きます。ネルガルの、
戦艦なでしことお見受けする。私はジオンのアナベルガートを勝利だ。少佐だ。渋い男ね。なでしこ艦長、三つ丸ゆいかです。艦長、V はダメです、V は。ん？お若いな。機関の目的を知りたい。志を同じくするものなら共に手を取りたいと考えているかどうか。なでしこの目的は火星の人々を救うことです。志は、アキトと二人でやって、何を言わせんですか、まったく。ああ、バカ。ふふ、面白い子だ。火星？連邦に追われているのは連中の腐敗したやり方に不満があるからではないと。関係ありません。ガトル少佐、私どもネルガルは主義、思想にとらわれない考え方をモットーとしておりまして。ふふ、はっはっは。ガトル少佐、お得意の説得も空回りだね。構わねえ少佐、やっちまいましょう。ならば撃墜する相当な技術が使われているとは聞いた。連邦の手に渡すわけにはいかん。最悪です。もうなんでいつもこうなるんですか。エステバリス前期刷新、半分は艦長のせいだと思うんだけどな。私、しかも前期って言っても2期しかいません。ふふ、この世の邪悪を倒すため、天より来る男は一人、愛と希望と理想の男、大工自害、ここに剣山。また戦闘しなくちゃな。ほら天下は、お前も名乗れ、せっかく練習したんだから。でもやっぱり、こうなったらしょうがない。次からしっかり名乗れよ。はあ、よし、ジョンだろうが連邦だろうが来るな来い。俺たちの熱血攻撃を見せてやるぜ。なでしこから人型兵器エステバリスと言ったな。通信していたようだが交渉は決裂したようだ。ジオンへの協力を拒んだのかもしれませんね。そうかね、大方あの小娘艦長が V サインでもかましたんじゃないの。ありえない、フライト。なでしこに通信は？回線を開く様子はないな。つまり返事は以前と同じということだ。ディストーションフィールド展開。エステバリスを先頭に、戦闘区域を強行突破します。ディストーションフィールドの出力上がりません。回路の一部が破損しています。あらら、どうするの、攻撃されてやばいんじゃない。へ、大丈夫、俺たちが守る。何頼りにしてるわけよ。おい、守るって言ったのは俺だぞ。やるだけやるよ。どうするんだスプライト艦長。クーナル、ジオン軍の殲滅を最優先、ついでに撃ち落としてなくはないと思うんだな。これはいいのかい艦長。ジオンに呂布の利を与えるわけにはいかん。よくわからんけど、あかんな、したすぐ多分やられると。で、害を守らなければ。どうしようか。こいつらを倒しつつ前に出よう。当たんないんだよね、まず。攻撃が当たらないっていうね。とりあえずアイアンカッターかロケットパンチ、高視力ビーム。当たるんだけど威力がないんだよね。それだったらこれにもいいか。マジンガー Z が相手だ。アイアンカッター、かわせた。当たる、やらせ。当たるんかい。あーだ、まだ出直してきな。出直してきなってお前攻撃さえ当ててないのにさ、出直した機能も何もない。ジムカスタムで行くか。動きが素人だな。さすがバニーでしょ、バニー。こう黙ってやられるもんか。おちろ。俺の勘通りだったな。シャキリ払い、ナイス。
ルビー。オッケー。んで、アームロさんはどうするかな。こっち行かせんと本当にやばいもんな。加速がない。ない。とりあえず下に行きながら倒すしかねえよな。とりあえず倒していこう。死にたくなければ下がれ。助けて。よし、倒して、まず一体倒したろ。まずこいつでダイモキックをかわす。当たるか当たらないけど、当たればいい、当たらなければ無視。行くぜ。この一撃にかける。ダブルブリザード。烈風ダイモキック。助けて。てか俺はもんやけど、縛りとか言ってたじゃないですか。なんで。ていうか、なでしこを全員使えないと縛りも何もできないと思いますよね。なんで、まあ縛りはまあ加えるんですけど、縛りはしてるんですけど、まあなんつうかな、なでしこ全員使えないとやっぱり縛りはできないな。仮縛りとか言ってますけど。もらった。火が爆発する。 OK、 あとは4、上はまあ主人公機に任せて、問題は下に早く行かんと多分ね、ここら辺でいいはず。加速、どうするかな。動かさんことにはね、ガードとか倒せないから。ここら辺かな。あえてエンド、今回頭使わないかんけんな。入れると大変だ。来るよね。おお、いや、まあいいよ。ガイにさえ攻撃しなければ大丈夫。死ね。じゃあガイとアキトとナデシコ全員破壊されると大丈夫。うわ、まだまだ。この優月京四郎を舐めるなよ。おいでだ、すったがい。やっちゃえ、京四郎さん。当たったし、の、まだまだ。当たったし。ねえ、ジオンはどうする？ジムが、ジム中がドームか。オッケーオッケー。ありがてえ。オッケー。ガイとか、なでしこ系に攻撃して、戦力は大丈夫。そこだ！攻撃ばかりに気を取られるな！そんなのは怪我のうちには入らんよ。もうさすがだ。行け。行くぜ、マジンガーZ。大車輪ロケットパンチ。バカめ、どこを狙っている。外したし。マジか。
用意してくるかな。行くぞ。大した被害はありません。ナジシコは大丈夫でしょう。いやん、ちゃんと射程外じゃない。敵残像兵器有効射程距離にほとんど入ってる。グラビティブラストスタンバイ。スタンバってます。グラビティブラスト発射。残念だったな。おい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 、起きてきた。いいよ、避けるから多分。邪魔をしないで。ファンネルだ。ダメか。薄皮一枚。まだまだ。OK。逃げるなよ、弾がもったいないからな。当たんねえか、さすが。私を狙っても無駄なのよ。そうですか。はい、ウィニー君。うっそ、どう倒せっちゅうの。どうやって守れっつうん。遅いし。これ絶対無理だろ。上に行くんなら上のやつ全員倒さないかんや。支柱パラミサイルを。厳しいなこれ。ガートーちゃんにやる。これやばいよ。ガートーちゃんに動くなよ、弾が外れるから。剣と将来の気を逃してなるものか。剣と将来、そういう手もやむなしか。ガードどっか行ってくれ。やばいな、ほんなら。厳しいなこれ、超厳しくないこれ。こっちにも攻撃できるけどな。殺させたらいかんねん。あえて縦になるぐらいの勢いで向こうに行こう。こいつらは前3体ぐらいアムロを前にやりつつの倒そうか。集中して電ビンキャノンを、とりあえずこいつに行くぞ。他のは全部上に向かせよう。直撃させる。さすがにできるな。そこだ。甘い。甘すぎる。こういきつつアイアンカッターで切ると。全然当たんねえんだよな。なんでこういうの当たらんの。敵の性能良すぎやろ。一決して、まずこっからハイパービーム。こいつにはあれやけん、たくさん
かも向かわせるか。ニムライフルを。死にたくなければ下がれ。まだまだ勝負はこれからよ。熱血にして4000か、厳しいな。沈め。まだこっちと戦うつもりなのか。それなら、それはいいんやけど。少しでも敵の気がそれで4000って関係ない。アーガマから回復させてこいつを向かわせる。攻撃はしたいかんよ。でここあたりかな。で13でビームサーベルをこいつかな、トムさんに当てると。戦いは機体の性能差だけでは決まらん。まるでこっちの動きを読んでいるようだぜ。倒せねえのかよ。そっちを。お前たちとの因縁、そろそろケリをつけさせてもらおうか。がっつり食らうな。ここに行きつつ倒そうか。前段発射効かなさそう、効かなさそう。回復はね、収集の効果はありませんけどな。信頼も多分やばいな。ビームライフルに食らうんか。ビームライフルは済むと思うな。よし、あいつらあいつに任せよう。回復はしたいな。シュー、さあなんとかなるでしょう。回復は多分できないんだよね。スカーレットビーム、こうやったらまだ回復させればいいよ。修理回復させて、アーカマを上にちょっとやって、連携させて加速ないんで普通に移動。よし、いけるかな。外進しそう。こういうふうに、こっちに攻撃してくれればいい。あ、違う。落ちろ。だがこの程度ならまだ。よしよしよし。さあどうする。おお、オッケーオッケー。いいよ、俺に攻撃してこい。どんどん主人公に攻撃どんどんしてこい。落ちろよ。薄皮一枚、まだまだ。結構食らうんだな。
動くなよ、弾が外れるから。やる。だがこの程度ではやられんよ。一発じゃな。おお、来るか。沈め。避けるんだね。ちゃんと避けてもらわないと困りますな。残存兵器有効射程距離にほとんど入ってる。思う存分やっちゃって。グラビティブラスト発射。よし、この性能が違いすぎるのか。まあそうだね。だからノイにどうしてくれるかな。次の一発でやられんだろう。落としてやる。甘いな。よし、さすがこの命に変えても。何としてもここで食い止めるんだ。なんだろうね、体調器がどうしようか。できるかな。ジムやばくなかったっけ。1回まで耐えれるでしょ。これでどうだ。そっちとは場数が違うということだ。おお、かっこいい。こっちの射程に飛び込んできたか。よし、まだまだ勝負はこれからよ。おお、いけるだろう、多分。場数が違うんで。さあ、楽しませてくれよ。おお、なかなかやるじゃないか。やる、ね、ジオンの連中も一気に肩をつける。バンかっけ。まぐれだろ。いや、まぐれじゃないと思うよ。おお、いいぞいいぞ。いいよ、俺に攻撃してもどんどん来い。多分倒れへんか。来た、ジム。違う、じゃん、やってみるさ。ジオングか。当たるか。やばい。勘弁してくれ。修理が面倒なんだよ。逃げるなよ。弾がもったいないからな。やってくれる。よし。おお、そうくるね。やっぱあれ、ビームやったら大丈夫だろ。耐えれるやろ。次回はそこね。当たった。あのためのディストーションキルや。何か企んでいるようですね。いや、ちゃんと射程外じゃない。敵残存兵器有効射程距離にほとんど入ってる。徹底的にやっちゃいます。グラビティブラスト発射します。発射。当たんないよね。当たりはしない。なんてやろうだ。うわ、ゼロか。沈め。フィールドの出力低下しています。される前に撃破します。見切った。
ッケーオッケーオッケー、そうそうそう、ずーっと狙う、ずーっと、オッケーオッケー、よし、後片付けは俺らがしてやるよ。まずこいつ回復させんといかんな。満たして回復させて、上に行ったがいいんかな。いや、こっからの攻撃の方がいいな。修理させよう。してドムをとりあえず一体倒しとくか。でも60人やけんな。75、71、結構厳しいよねこれ。あーどうしよう。倒していきたいな、強いな。倒せないのか。逃げてくれるかな、ジオング。逃げてくれるんやったら攻撃するけど。一番近いのはこいつらやな。倒せはせんけど、逃げてくれればいい。いいとこに当たってくれよ。えい、やってくれる。これ以上はやらせん。俺の悲鳴を聞け！なんて言ってる場合かよ！結構食らったな。逃げろ。逃げんねえか。それやったらまだ1体倒した方がいいんだよね。ドームさんを1匹倒しとこう。1体倒しとこう。いくぞダイモス。ダブルブリザード。よし、キック。マッシュ、オルテガ、すまん。よし、一体でも倒せるでしょ。集中して回復の時に、結構厳しいなこれ。どうか当たらんか微妙なとこやし。いや、いける、お前ならいけるさ。ノイノイならいけるはず。貴様、まだ落ちんよ。
こか。避けろ。よし。甘いな。さすがです、スノインさん。オッケー。消えた。一匹消えたぞ、一応。一匹して。プレスファイヤー。当たるかな。それが問題さ。バジンガ、パワー全開だ。ブレストファイヤー。よし。まるでこっちの動きを読んでいるようだぜ。くらえ。鉄壁してるからね。レザリューション無理か。あいつ倒すにはやっぱ時間ない。よし、ビームサーベルで倒す。多分いけるだろう。2000ぐらい食らうんじゃない。出てこなければやられなかったのに。火が爆発する。よし、さあ、あとはガンダムを後ろにさ、こっちに行きさせ、行きつつ一応ね、集中をしていて後ろに戻りつつ攻撃する。こいつは倒せるだろう。直撃させる。よし、死にたか。オッケー。あえてダメージを食らわしといた方がそいつに攻撃しやすくなるから、こういって全弾射当たるかな。 50% だから2分の1で当たるんだけど。出てくるか。倍返しだ。当たらない。貴様らの攻撃パターンなどお見通しさ。いや、倍返しは初めて見せたけどね、今回。とどめ。これぐらいならかわせる。もうかわせないや。よし、文化数はビームライフル。よしよし。こっちの射程に飛び込んできたか。まだまだ甘く見るな。素人は狙いが甘いぞ。まあ、4分の1だからね。あとはスカーレットさんを、あ、今修理させるべきやったな。あそこ出して信頼を、主人公機もね、こいつは機動性がいいけんな。こいつなんで移動させて集中しておかな。そしてなんか大丈夫だろう。120運動性があるけんな。
攻クラウン。これでいこう。京四郎さん、敵が来るわよ。いちいち隣で叫ぶな。気が散る。そう簡単にやられません。当たれ。残念でした。よし、あえて戦艦の前にやる。エンド、いけるか。なでしこ逃げろ。いやもうなでしこに攻撃はいいんだよ。多分倒せねえから。七八回戦落ちろってんだよ。負けるもんか。おお、攻撃開始。当たるかよ。当たらないのかよ。おわっち、なんでそげん攻撃してくるんだ。させるかよ。やばいぞ。フィールドの出力低下しています。やっちゃいます。ミサイル発射。黒い三連星の名は伊達じゃねえってよ。やばいぞ。いけいけいけ。純さんがいいおとりに。死ね。当たる。しまった、脱出する。しまった。遠い。マジっすか。当たれ。こっちがその気ならこっちもその気。貴様らの攻撃パターンなど。やばいよ。パーは大丈夫だろう。沈め。倒せた。よし、私だってパイロットなんだから。見たくなるパー。いいか、やられる。アトララとパンはいいんだよ。これ以上はやらせない。すごいですな。やっちゃいます。ミサイル発射。ディストーションフィールド。そんな攻撃では私は落とせないわ。核だ。ガイがやばい。我々の真実の戦いを後の世に伝えるために。やばいぞ。撃つなよそんな。ちょ、あぶねえ。あ、死ぬかと思った。死んだ俺。あ、嘘だろ。痛い。うっそ。はあ、ちょ主人公機死んだよ。うっそー、あの死に方はないわ。
マジンガー Z が相手だ。大車輪ロケットパンチ。貴様らの攻撃パターンなどお見また足んねえのかよ。何やっとんの、何やっとん、本当にマジで。攻撃カットするわ。あかんわこれ、あかん。味方は死んだし、主人公機死んだし、絶対死んだ。戦闘は勝ってます、カットしてますが、今回嘘だろ。タイムスはギリ来ちゃったけど、死にそうじゃんかい。ガイのところに行かせたらこれ死ぬぜ、間違いない。こいつ倒しとかんと。にしても遠いっていう。逃げてくれ、絶対攻撃してくれたやつ。ほら、いや 12% ならいけるやろお前。ガイお前それぐらい避けるよ。 12% で当たったらもう知らんけん俺。よっしゃ、危ねえ。ほら逃げずに戦え卑怯者。お前負けるって。現地の戦いじゃねえよ。うわ、39、これまた当たるぜ。避けるよお願い。40%で避ける。とりあえず生きてりゃいいこともあるって。死んだって。ちょ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 、ダメだこれ、いかん。一回カットします。はい、じゃあ後編始めていきますと。うわ、ガイさん死んだし、何やっとんの。生きてりゃいいことあるってとか何言ってんの。お前が生きろって。どっから結構戻ったな。でもだいぶ戻ったな。どうしよう、こう。うわ、だいぶ戻った、これやばい。ちょっとしばらくカットしていくよ。ちょ待てよ、動けないの。もうこいつら全員動かした後か。マジか。だな。
やばいぞ。ちょっと待って、これほんとやばい。スパラ覚えってめっちゃ難しいやん。見てるじゃん、今カットで。攻撃は全てカットで。ごめんけど、ガイさん優先、助けるの。ララ倒しとこうか。ララ逃げた。ララは逃げたろ。こいつは行動性動かんし、作戦目的は敵戦艦じゃないけんな。回復するけど、最初にトランスファイル、これを一発ぶっ放しとかないかんけん。一体でも減らしたらいいかな。OK、死なんのかい。よいしょ。違う、バカ。何しよん。バカな。くそだろ。まあいいや、普通ので回復させよう。違う違う違う、回復させんとラーズアングリフがやられちまう。回復して。あっちはあっちでいいんだ。こいつらだよ。で、下のやつも倒しとかないかんよ。上のやつはどう一発話であって、連携して、潤滑は回復しようにも大変。それ残しとかない関係ね、やっぱ。で、倒すだろ。あと1体になる下はね。下はまあここでカットして、あとは上だな。
そやん。だから頭痛い。そういうのカットすると。いやいや。俺に攻撃してくるなら何でも攻撃し。簡単には死なんと思うけど。合体攻撃はダメよ。するしかないんだけど、ゲッツひらめき使えないんで、これでとりあえずこいつ倒す。よし、一応ポイント回復させて、信頼はね残しておきたいんですよ。してくれ、お願いします。いやいや、なでしこにいいんだよ。ガイにさえ攻撃しなければ大丈夫。よしよし、避けだ。ナイス、避け、避けるな。やばいよ、やばいよ、やばいよ。終わるぞこれ。核やめろって。核やめろ、ふざけるなよ。それ当たるだろ、バカだろ。ガイもついでに死んだし。何やりよん。
死んだろ今の。核食らったぞモロ。嘘だろ。なんで。そうやん。でもここを乗り越えないとガイは助けたいしな。縛りに絶対必要やもん。ガイとアキトのスーパーナッパーができんと。頭痛い。きつい。てかさっきのとこやったら無理じゃねえもん。てか核とか撃つなよな。バカじゃねえのお前。これ無理やもん。無理やん。無理やんこれ。もうリピートやろここ。だから当たんないってバカ。何お前合体攻撃に当たりん。嘘やん。兄ちゃん当たるな。当たらんじゅけばいい。なんで当たって7000も食らうんかな。核だからって言いたいですけど。バカやろ。下打ちばっかしてすいませんけど本当イライラするわ。なんでな。もう無理や今の。どうしよっかな。もう無理や。ガトーがうざ。ガトーどうする。あいつどう料理しようか。てかもうちょいね、なでしこたちもね、逃げる素振りを見せてよ。全部上ばっかり噛んでさ、右左みたいな感じでちょっと敵を避けつつ行こうよ。なんで敵の真ん中を突っ切っていこうとするかな。無理だろ。どうにかしてよお前ら。あのね、カ君の攻撃の前にこいつらの攻撃やん。こいつらの攻撃をどうかわすかよね。でも 100% だから無理なんだよ。ほらいいんだよ。でもガイも死ぬんだよね。何これ。だから これがおかしいんだよ。なんで核撃つんねん。宇宙で撃つなっつ。頼んでお願い。当たんなって。死んだガイ。でみんな逃げるんかい。お前ら遅っ。
まあ俺もさ、味方をさあんなに密集させたのは悪いけどさ、まあ、前に一回学打たれちょんやけん学習しろって話ですけど、そやんもう。実況がやる気がなくなってきた。なんなんこれ。コンティニューしたって意味ないもんね、あそこからやったら。ちょ、逃げて。お前らさ、バカじゃないの、本当に。ちょ、お前らもさ、ちょっとどっか行って。全員の攻撃避けて、とりあえず核だけは当たってもいいけんさ。 100% は 100% 無理やよ。これで終わりだ。ジェネレーター出力落ちてます。反撃不能。残弾ありません。なんで残弾ありませんかも。バカかよ。よっしゃ。そろえんだ。ヒーロー当たるかよ。怖いんだよ。次そこだよ。なんでお前こっち。ジェットストリームアタックとかかけんなよ。何しよう。オルテガマッシュ、奴にジェットストリームアタックをかけるぞ。おお、これで終わりだ。エンジンはフィールドの安定を最優先。攻撃を開始します。攻撃とか戦時黒い三連星の名は何や。攻撃戦時さ、暴挙に徹底しろよ。ジオンの攻撃も受けるのか。無理だ。邪魔をするな。じゃないとダメみたいです。ルルちゃんやっちゃって。ふざけるか。当たらんちゅうどうせ。ほらここでふざけんなってバカ。何しよう。スペースノイドの真の解放をつかみ取るために。核撃つな。まず回収してからさ、言うよ。
ああダメだ、今回無理だ。また再び発射します。終了。今回ダメでした、すいません。じゃあね、多分早送り再生とか他なんかいろいろなんやらかんやらなってると思うんで、よろしくお願いします。